できる時にできることをやると、はい、負担にならないようにできる範囲での、うん、無理はそんなに、そう、うんうん、偽善的になってしまいそうで嫌だ、うん、ね、でも何もなくなっちゃうとどうするしっていうから、そうね、うん、なく、そうするといろんな考えが出てくる、うん、こうした方がいいじゃないですか、うん、いや本当ありがたいと、ただあの、ただ送りっぱなしは良くないんですよ、そうだよ、ね、あの需要があってないと、うん、ただただあの、うん、ありがた迷惑になってしまって、そうそう、確かにあのもうもらってるものをもらったり、だから現地のニーズを聞いて、そうだよ、ね、こういうものはどうですかって、いりますって言ったものを送る、そうです、ね、それが一番、うん、そう思いますよ、ね、ポイントだと思います、ね、そう、それで今必要なのがこのカレンダーと手帳と、はい、手帳が、ね、寄せられたので、それを確認しながら、うん、そうですね、うん、あの送ります。丸めちゃった方がいいのかな、丸めるとで、そうそう、あと新品のね、あのなんかお風呂でこう体洗うタオルあるでしょ、浴用タオル、浴用タオルじゃないの、ほら体ごしごし洗うやつ、ね、ナイロンタオルか、あれとかね、いくつか あのありますけど、あら、え、体温で、すごいね、エンジさん、支えてくれてよかったです。今電話かけた方はリーダーさんなの。そうです、リーダーさん。もう向こうに住んでいて、被害を受けて、被害を受けて仮設に入って、うん、そこの方なんですね、はい、で、そういう方がこう連絡取って、うん、必要なものを何かあってこういろいろ聞いてくる。なかった時はね、連絡くださるんですけど、ただ我慢強い方で、なるべく自分たちで自立していくっていう人だから、だから逆に、うん、あの今回そういうのおじいさんの話も、うん、あの投与の分お金をこう送ってっていうのを、ね、うん、もう本当なくなっちゃった人は大変だからと思うんだけども、それがやっぱり継続的にやることがその人のためになるかどうかっていう意見もあって、そうだね、うん、であの 頼りすぎてもいけないから、じゃあなんとかあのたまに様子見て1週間に1回とかだけでも顔出してから大丈夫って、うんうん、言ってくれてるんですよ。100とか入ってるところはボランティアさんいっぱい行くんですけど、17世帯とか20世帯とかのちっちゃいところはね、あの道から入るところさえわからないです。そう、でこういう人がね、たくさん増えてくれればいいんだけども、この人一人で全部は見切れないからって言ってる、その通りなんだけども、うん、やっぱすごいよく、なんだろう、いろんな人に声かけて、仮設の集会所に部屋あったかくしてお茶飲めるようにして、うん、ってやってくれてんだって。だけど人が来ないとか、やっぱ閉鎖的というか、外に出ようっていう気持ちにならない。佐藤さん、それは報告用。あ、報告用ですね。ブログ用です。そうですね。はい。水道が凍っちゃってて、午前中水使えないんだって。トイレとかどうしてるんですか。バケツに水汲んで流してもらう。水じゃ置いてあげる。ね、だから、すぐ凍っちゃうから。集会場は電気ストーブをつけておいて、そうすると朝になると出るから、安全性ちょっと心配ではあるので。それ開けてカレンダー用に入れ直すんですか。